ンダチの水、寒舎5 0 0 m l 2 0 0ルカンダチの水は、新潟県南魚沼郡ユザー町ンダチの地中約1 4 0 0ルの水源から採取されるナチュラルミネラルウーターで飲む温泉水である。2015年1月には日韓現代がスクープとして、安倍晋三首相が政治資金でンダチの水を購入していたと報じた。安倍の資金管理団体である、 新和会の収支報告書の小学領収書には、複数回にわたり、神立の水として7,980円ずつに分けて、事務所費として計上し、総額は31,920円に上るという。販売会社であるコ a ジャパンは、えひり塾というコンサルタント会社の責任者であった、三永人吉の長男、三永まさきが代表者を務めるが、 三永の経営指導は悪魔バラやお告げ、心霊治療を行う、信仰宗教的な色彩が強い風変わりな会社だった。安倍は三永にお告げを受けたり、長男の結婚式で売借人を務めるなど母親の安倍洋子と共に家族ぐるみの付き合いがあったという。また2007年9月の週刊文春によると、第一次安倍政権時代には事務所スタッフが カンダチの水を別のミネラルウォーターで代用しようとしたところ、安倍は、ダメだ。あの水じゃなくちゃ、絶対ダメなんだ。と激行したという。ネット IB ニュース、取締役全員から解任された、穴吹公務店社長が浸水した、エヒカリ塾週刊文春2007年9月20日、日刊現代2015年1月16日。ありがとうございます。